美鈴はじゃあ仕事に戻るからと言って鑑識課に行った。入れ違いに捜査一課から応援要請が入った。目的は被害者である田村幸太郎の関係者を署に連れてくることだ。本来なら一課の捜査員が直接行くべきなのだが、そこまで手が回っていないようだ。ほどなく呼び出したい面々の情報が徳らかに寄せられた。私と風森さんはそのリストに記載されているものを迎えに行った。まあ走りですね要するにお忙しいのに、ご協力を感謝いたします。水瀬はるかさん、なんか声優みたいな名前や。はい、あの、私が何をしたんでしょうか。庵野先生の漫画に出てきそうなお面構えですね。20代になったばかりの彼女が不安があるのは無理もない。私はできるだけ彼女を不安がらせないように柔和な表情に努めた。こういう場所に来る機会もないと思うので不安になるのはわかります。今日はただお話を伺いたいだけです。いや、俺もこんなとこに連れてかれたらもうずっと泣いてるけどね。お話ですか？膝ガックガクよ。はい、先日この村で殺人事件が起きたことは知っていますね。その被害者、田村幸太郎さんについてお話を伺いたいのです。はい、でもどこで彼と私の関係を知ったんですか？悪いがそういうのは教えられないんだ。ただ頑張って足で稼いだってことで勘弁してくれ。英語使え。お、美人やぞ相手は。美人で多分、そこあるぞ。はるかさんは警察の情報収集力に怯えているようだった。何か知っているのかと妙に勘ぐりたくなる。警察すごいよ、舐めちゃいかんよ。さて本題に入ります。彼とはどこで知り合ったんですか？私の通っている大学です。知り合ったのは本当に偶然でした。ああ、夜のお仕事とかしてそうな見た目だけどね。文学部の事務室の前で偶然、事務員の方を探しているみたいで、なんとかそこで会ううち親しくなったんです。あ、その事務員にはどんな用事があったのか何か聞いています？何でもローン返済が滞っているとかで、催促のために、督促のために通っているとか。田村さんの督促はとにかく厳しいみたいで、かなりしつこくつきまとっていたみたい。しまいにはその事務員さんは無断欠勤になっちゃって、お前そんなやつと仲良くしてたの？田村さんは仕事で通っていたんですね。あなたと田村さんはどんな関係だったんです？単なる友人です。そんなやつと友人だったの？牛島くんみたいなやつと？大学の友人は勘違いしていましたけど、あの、恋人とかそういうのじゃないです。絶対に、絶対に、一番傷つく。正直、ちょっと怖いなって。はるかさんは身をすくめた。この様子から田村さんにも被害を受ける一因があるんじゃないかと邪推したくなる。怖いって、どんなところが？あの人、なんていうか、その、スキンシップが激しいんです。そんなやつと仲良かったの？慣れ慣れしいというか、彼を嫌いとかじゃないんですけど、好きあらば私の体に触ってきたり、恋人っぽく振る舞おうとするんです。お前に問題があるわ。そりゃあんたみたいな可愛い子なら、そういうモーションを仕掛けるのはわかるよな。逮捕案件ですね。お前も逮捕案件だよ。警察らしからぬ発言をするな。殴ったりしても。怖っ。え、なんだって？殴ったりしてたんです。ねえ、これって DV ですよね。いや、ちょっと、おかしい、いろいろと。何なんだ、お前。そんな関係性あったら調べつくやろ。DV とはドメスティックバイオレンスの略称だ。一般には家庭内暴力に対して用いられる言葉だ。近年では社会問題化し、その対処に警察が介入することも珍しいものではなくなってきた。はるかさんは私に救いを求めるように見つめてきた。その眼差しから相当悩んでいたのが見受けられる。死んだよ。死んどんね。落ち着いて、はるかさん。失礼かもしれないけど、もうその心配はないのよ。でもこんなんになっちゃったんですよ。知らん。痛そう。そこ青技になるまで殴られるって相当痛いと思うんやけど。よく折れなかったね、首。こいつは。ここ青技ってすごない？普段は、軽妙な語り口調の風森さんでも絶句してしまう。私たちの視界に飛び込んできたのは、未だ晴れの引かない生々しい青技だった。折れるよね、ここ。これを、田村さんが？コクリとはるかさんは力なくうなずいた。瞳に涙をにじませている。
はるかさんが髪で必死に隠していたのもうなずける。はるかさん、大変でしたね。お気持ちはよくわかります。いや、違う、もっと聞くこといっぱいあるって。おかしいからなんかいろいろと。確かにそんなことをされたら憤りを感じるのはもっともです。仮に私が同じ目にあったとしたら。警察に行くでしょうね。復讐をするでしょう。俺でしょう。どう考えてもこっちの方が面白いよ。仮に私が同じ目にあったとしたら、復讐をするでしょう。おい、卵飯。仮にも刑事がそんなことを口にするんじゃない。お前さっき刑事らしからぬこと言ってたやろ。どっこいどっこいだよ。すいません。言い過ぎなのは自覚しています。ですが、個人的にそう思わざるを得ません。いや、自演でもここを青技できる。自演の方が難しそう。めちゃくちゃ殴らな無理よ。死ぬよね、多分。分かってくれて、ありがとうございます。バールでとついても青は ならなさそうだけどな。だからこそ、もう少しお伺いしてもいいですか？水瀬はるかが隠し持っていた心情の一端に触れて分かったことがある。それは彼女が田村さんを殺害するに値する動機を有していると。そうだな。それはそうだ。はるかさん、もう少し詳しく教えてください。被害者の田村さんが殺された時刻ですが、あなたはどこにいましたか？どういう意味ですか？そのままの意味です。あなたはどこで何を？それを証明するものは？ちょっと待ってください。なんだか私、犯人みたいじゃないですか？今の話をして、そう疑われないと思ったの？そういうわけじゃありません。でもこれはきちんと確認しておかないと。私はやってません。それでいいでしょ？こいつなんか隠しとるな。それを具体的におっしゃってください。ほら、やっぱり私を疑ってる。うん。こいつもやばいやつってことは分かった。声優みたいな名前しやがって。あのね、自分がやっていないというならば、それを証明しなきゃ。そうだろ。風森さんも私に加勢してくれた。できるだけ穏やかな口調だが、彼も私と同じ疑念を感じているようだった。ああ、教えてほしいんだ。あんたは田村が死んだとき、どこで何をしていたんだ？ダイソンマーク。言いたくない。アルカさん、それじゃあ自分で不利な状況に追い込んでることになりますよ。だから言いたくないって言ってるでしょ。ねえ、これって任意なんでしょ。だったらもう終わりにして。あんたは何を隠してるんだよ。なんでもない。絶対に私はやってない。だから早く返して。おい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 。突然のヒステリーを起こした彼女に私たちはお手上げとなるしかない。とりあえずぶち込もう。あ、地下に。しまいには様子を見に来た黒田課長が苦渋の表情で聴取の切り上げを指示したため、私たちは仕方なく彼女を返すことにした。お前ブラインドマンか？流行り神。あの、急展開やな。最初の一人でビンゴってか？いや、殺すよね。実際。あの状況になったら。だって、あれが本当に田村にやられた後なんやとしたら。殺さないと死ぬもんね、こっちが。風森くん、思い込みは捜査の足かせになりますよ。分かってるけどよ、いきなりブチ切れたんだぜ。しかもアリバイの供述拒否ときたもんだ。あれ絶対何か知ってるに違いない。卵飯もそう思うよな。風森さんと同意見です。アルカさんは何かを知っていると思います。動機も存在している中、彼女が無関係とは思えません。おっさんはどう思うんだよ。うまくしたら俺たちのお手柄になるかもしれないんだぞ。まあまあ、そんなに焦ったってしょうがない。まだ聴取する人間はいるんだ。それを聞いてから判断してもいいじゃないか。やべえやつばっか連れてこられたらどうしよう。さあ、次のお客さんがさっきから待っているぞ。まるで定食屋の昼の営業が始まるかのような態度で、黒田課長は私たちをせかした。次は誰だっけ？赤屋の大将だよ。あいつか。お知り合いですか？選べ。そこまで酒屋の大将感出してこんでいいから。身元を身なりから整えていかんでいいよ。二人目の事情聴取は地元で、しかも酒蔵かよ、酒蔵を営んでいる砂堀正春だ。代々この椎村で地酒作りを営んでおり、地元に親しまれている。この味はなかなかで、文書の書院でもひいきにしているものは多い。お前もやったんか？お前がブラインドマンか？今回呼ばれた砂堀さんは職人肌タイプの人間だ。だから気概で、その気概だからこそ、毎年美味しいお酒を作り上げると言っても過言ではない。
だからこそ私は今回の事情聴取に呼ばれたことを意外に感じた。野間山さん、こんばんは。よー、砂堀、相変わらず仏頂面だな。仕事の方はどうなんだ？なんか、この風森くんを角度変えただけみたいな押してますけどね。そろそろ今年の新作を考えなきゃならん時期だな。新米ができるまで暇ってことだな。じゃあ今日はじっくり話を聞かせてもらおうかね。お前と違って俺は容量が悪い。頭の中も仕事のことで手一杯なんだ。用語があるなら手短にしてくれ。落ち着き払ってるね。相変わらず手厳しいな。忙しいふりをしてる割には夜はお盛んだって聞いてるぞ。お前ほどじゃない。えいえい、卵飯。どうやらこの大社は俺のことが好かんらしい。お前に任せた。お前、やりづらくするだけして仕事を放棄すんなよ。なんだか最初から不穏な空気だ。砂堀さんの全身からもいきなり呼びつけられて迷惑しているという雰囲気を漂わせている。女場に呼ばれて迷惑じゃないやつはいないからな。できるだけその空気に飲み込まれないように私は平静を装って聴取を始めることにした。砂堀さん、お忙しい中貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。あ、ご事例はいい。さっさと始めてくれよ。田村の高校を聞きたいんだろ。はい。やりにくいな。なかなか主導権を握ることができやしない。別に無理に主導権握らんでも。名堀さんと田村さんのご関係って何ですか？あいつはうちの担当だったんだよ。この資金の融通をしてもらっていた。あ、銀行員だったってこと？だが最近になってあいつは手のひらを返したんだよ。というと？貸し剥がしって知ってるかい？金融関係は専門じゃないんですが、かいつまんでな。貸し剥がしとは、融資契約を打ち切って貸していた資金の急な返済を迫ることだ。はは。一般的に中小企業は全て自前で経営が回るほど潤沢な資金があるわけがない。それを銀行の資金調達によって支払いを行い、その分毎月微々たる額で返済を続けていく。このサイクルで中小企業は経営を維持していくのだが、いきなり貸しているお金を全て返せと言われたらとてもじゃないが経営が維持できるはずがない。田村はうちに貸している金を一気に返済しろって迫ったんだよ。それはいつ頃の話ですか？あいつが殺される3週間前だ。何でも銀行の方針が変わって経営審査を厳しく行うようになったとか。それでどうしたんだよお前は。まさか殴り込みに行ったんじゃないだろうな。お前喋んな。そんなわけはないだろう。優子と一緒に必死に頭を下げに行ったさ。その時奴は何て言ったと思う？私は風森さんと顔を見合わせた。正直あまり良くないことを言われたに違いない。だが私はあえてそこに触れず彼の言葉を待った。めちゃくちゃ下水ことやったらいいのにな。優子を渡せって言われたんだよ。貸し剥がしを勘弁してほしければ土下座しろ。そうやつは嫌がった。やっす。するわ。それであんたはどうしたんだよ。大げさで何とかなるんだろうと思ってきっちりやってやった。その時の屈辱は忘れられん。土下座ってそんなに屈辱かね。でも結局俺のプライドがどうかしてるだっか。やつは剥がし剥がしを撤回しなかった。土地を売ってでも返済しろと迫られたんだよ。それは殺すしかないな。お前かブラインドマン。それはダメだ。うまく言葉が出てこない。私は被害者田村さんに同情ができなくなってきていた。電車ピコ。結局やつはかたくなとしてこっちの頼みを聞き入れてくれやしない。正直殺したいと思ったよ。あ、こういうこと言うやつは犯人じゃないです。殺したい。おい、あんたまさか。直接的な動機を示す言葉がいきなり切り出されて、風森さんと同じく私も反応した。土下座迫られてさ、なんかそれで撤回しなかった、殺してやりたいって思ったやつが目くり抜いて歯抜かないよね。それをいち早く察知した砂堀さんは、軽く咳払いをしながら居住まいを正す。勘違いするなよ。ただ思っただけだ。俺じゃねえ。しかしその田村さんは殺害されました。それで貸し剥がしの件はどうなったんですか？まあな、あれから新しい担当が来るわけでもなしだ。で、死体が田村だって分かったのは、ついこの間の話だろ。もし貸し剥がしの件が再燃するならばだ、もう少し時間がかかるはずだ。そうだろう。砂堀さん、ちなみになんですが、田村さんの殺害時刻の頃、あなたはどこで何をしていましたか？家族と一緒にいた。自宅でくつろいでいた。それだけだ。なるほどな。そのアリバイは後で裏を取らせてもらうよ。いいな。
月にしよう。でもまあ土下座の要求とはな、俺でも切れるぞそれ。いや土下座要求されて切れてもね、目くり抜いて歯は抜かんよ。それを動機でやっちまうには十分ってやつかな。あざ森さん失言です。いやお前さ、お前ら死体の状況を忘れてない？おいそれどういう意味だ。え、ちょっと砂堀さん。あざ森さんのつい漏れた言葉に砂堀さんは即座に反応した。あざ森さんの胸ぐらを掴んで顔を突きつける。おいおい勘弁してくれよ、そりゃ公務執行妨害ってもんだぞ。てめえは俺を人殺し扱いしたじゃねえか。お前やったんか。まさか。ちょっと二人とも、なんのかこら、てめえんとこの酒もう買ってやんねえぞ。安いな返し文句。ああ上等だこら、安静込めて作った俺の酒をてめえみたいな汚い口に飲ませられるか。だどう今晩ガチでブダバゴお泊まりすっか。うちの卸し先のキャバクラから出入り禁止にされてえか。あーなんか幼稚だこら。んなどこら、しゃあなら、こら。ああ二人ともなんていうかしょうもない、まるで発情期の猫が苛立ってるような感じだ。てめえ卵虫、何ボケっとしてんだよ。私？お前はどっちの味方なんだよ。めんどくせえ。こんな横暴刑事を放っておくのか？どうしよう、この状況を非力な私がどうやって打開すればいいの？眠らそう。落とそう。ハグ。こっちの方が面白そうだから。もう二人に飲み込まれてパニックになった私は発作的な行動を取ってしまった。思ったより面白いことになったわ。なんだどうした。大慌てで駆けつける署員たち、おのおのが消火器にバケツなどを持って、取り調べ聴衆室に詰め寄る。こんなに人いないやろ。彼らを待ち構えていたのはつかみ合いをしている二人のいい大人たちだった。火事はどこだ。いやもう火事みたいなもんだからね。いやそのえめえ卵飯どこ行った。私はほとぼりが冷めるまでトイレに隠れることにした。だがそんなことで事態がどうにかなるわけではなく、ほどなく見つかった私は風森さんにこってり絞られてしまうのだった。本当に待ってんの来る。誰。本当にすみません、うちの主人がご迷惑をおかけして。お前んちどうなってんの。スナオフリンチ私服それ。いえ私の方こそ動転してご迷惑を。しきりに頭を下げているのはスナオフリさんの配偶者であるスナオフリユウコだ。事情聴取中に騒ぎが起きたのでとにかく迎えに来てほしいと誰かが電話を入れたらしい。私とユウコさんは互いに頭を下げ続けていた。彼女のすぐそばに息子の砂堀聡くんも付き添っているが、どういう状況なのかまだわからなそうだ。ゆうこ、それぐらいでいいだろう。音はといえばこいつがけしかけてきたんだしな。あなた卵飯、もうそれくらいにしとけ。どっかが後できっちり裏を取らせてもらうからな。話進むんだ。だから風森さんも一言多いですって。なんでこいつ同席させたの。しかし風森くん、いや派手にやったね。ようやくにおこごともらっちゃった。うっす。不適された風森さんがお詫びともつかない返事で茶を濁す。こういう時こそ素直に謝罪するのが社会人というものじゃないのか。まったくもう。でも、しかしさっきの水瀬遥に続いて砂堀酒造の中旦那もそれなりの動機を持っていると。いや、だからって目くり抜いて歯抜かんよ。はい、生前の田村さんは決して他人に好かれてはいなかったみたいです。カバジということはやはり怨恨なのかね。さあどうだろうね。このまま行くと必然性のある動機を持つ者が一打数を超えそうだけどね。いや目くり抜いて歯は抜かんて。何にせよ間を後にあともう一人呼んでるんだ。その子からも話を聞いてみましょうね。その子若い方なんですか。まあね、さっきみたいな騒動はもう勘弁ね。ただでさえ徳良は風当たりが厳しいんだからさ。じゃあ待たせているから呼んでくるね。と黒田課長は聴取室を出ていった。どんなんが来るんや。ほどなくして姿を現したのはまだ幼い面影を残す女性だった。なんか少女漫画みたいな。
やつばっか出てくるな。今は C ぐらいか。よろしくお願いします。牧村さなえさんね。また声優みたいな名前の子が出てきたな。いや、頼んだからね。ちょっと待ってください。彼女で正しいんですか？確か福祉施設の責任者だって。え、私の戸惑いで何かを察したのか、目の前の彼女は萎縮した様子を見せた。彼女で間違いないよ。名前は牧村さなえと言います。どうぞよろしくお願いいたします。なんか声優が着てそうな服着てるし。こんな若い女性が田村さんとどんな関係なんだ？まさか遥さんと同様個人的な間柄なんだろうか？正確にはね、彼女は代理人なんだ。在籍しているスタッフの中で今まともに話が聞けるのが彼女しかいないんだよ。おっさん、それどういう意味なんだ？いちいちねほりはほり聞かないでよ。そういうのも含めて事情聴取してちょうだい。じゃあよろしくね。いや、答えろよそこは。必要事項でしょ。ちゃった。とにかく彼女に聞けって言われても。とっさに風森さんを見たが、面倒ごとの匂いを巧みに感じたのか、ジェスチャーで私に行けと仕掛けるばかりだ。お前仕事しろや。どうして徳良家の男たちはこうも役立たずなんだか。ごく小さくため息をついた私は早苗さんを見つめた。ドタバタしてすみません。早速始めさせてもらいます。私は卵飯、そこの彼は風森です。よろしくね。はい。先日この村で起きた殺人事件のことは知っているわね。ええ、しっかりとニュースを見ているわけではないですけど、話には聞いています。被害者の身元が判明したの、銀行員の田村幸太郎さん。知っているわね。いいえ。知らんのかい？知らないの？ええ、全く。私はその人と会ったことがありません。すみません、帰れよ。どういうこと？どうして会ったこともない人が呼び出されたの？何か面倒な匂いが私にまで漂ってきた。え、なんか福祉施設のプレゼンとかじゃないよね、今から始まんの。またしても風森さんに視線を送る。わざと気づかないふりをしている。ああもう死ね。おそらくその田村さんは理事長と関係があるんじゃないでしょうか。最初に理事長宛で連絡は来ていましたし。でも私が話せるのは聞きかじり程度のことなんですが、それでもいいですか？ああ、お宅の施設の人が関係あるっていうことかい？構いません、そういうのも調べるのが警察ですから。居住まいを正した、早苗さんは改めて私たちに口を開いた。私が勤めている福祉施設は常に資金難でした。おそらく理事長とその被害者の方はそれで関係があるのかと。今いくらか改善されましたが、給与遅配もしょっちゅうでした。給与遅配か。そのため多くの先輩が退職されました。それは本当に良くないからね。お給料払ってもらえなかったってことでしょ。あなたはどうして未だに在籍しているんですか？介護福祉士の国家試験に実務経験が必要なんです。だから私は今も在籍しているというわけなんです。複雑だな。なるほど、けなげな介護学生というわけだ。表面的に見れば同情できる部分はたっぷりある。だが冷静に考えれば他の施設に移籍すればいいだけの話だ。ましてや介護業界は人手不足と聞いている。田村さんと面識はないというが、果たして本当なのか試しに探ってみることにした。あなたは田村さんとお会いしたことがないと言いましたが、彼を恨んでいますか？おっしゃっている意味がよくわかりません。そうだよな、恨む道理なんか微塵もなくない？資金難になった原因は田村さんが融資要請を断ったから。そのことがあなたの冷遇に直結しています。そうよね、無理がない。確かにそうですね。考えても見なかったですけど、給料が出なくて困ったのは確かです。でも寮を用意してくれてまかないもいただけますから。給料を払ってもらえなかったのその田村とかいうやつのせいか。よし殺そうってならんやろ。なかなかけなげな子じゃねえか。今時には珍しい。ありがとうございますって言った方がいいんですよね。お回りごともあるだろう。その時は連絡してくれ。俺の携帯だけど。あざもりさん、プライベートの交換はダメです。別にやましい気持ちじゃねえって。普通の聞かないやつな、ったく。お前ほんと帰れって。どうにかなるから、お前いなくても。それでなくても兄はまだ捕まっていないんだ。それだけでも怖いだろう。はい、正直に言えば施設には男の方がいないものですから。あざもりさん、公私混同はなしです。俺にまだ事情聴取は終わっていません。早苗さん、最後に一つお伺いしていいかしら。はい、何でも。今日理事長はどこに行ったの？後日ご本人に聞かなきゃいけないことになると思うんだけど、それは構わないかしら。
それは難しい話だと思います。まあ亡くなってるんじゃないの。お忙しい方なのかしら。理事長は経営不振の責任を取って自殺したんです。今はその保険金でなんとか持っています。なるほど。自殺。はい、理事長は自分の命で私と施設を救ってくれたんです。花江さんは浮かない表情で答えた。私と風森さんは何と反応していいかわからなかった。いやでも意外とこういう子がやってたりすんのかな。他の事情があって、なんか事情が一番薄っぺらい子が一番何かありそうな気がするよな。なるほど、自殺ね。複雑な事情があるもんだね。とこと。そう言いながら黒田課長はホワイトボードに書き出していく。被害者である田村さん、そして今回聴取した3人、遥さん、砂堀さん、花江さん。さてこれをどう解釈したらいいのやらだ。まず明らかなのは、被害者の田村さんは決して褒められた人物ではないということです。どの人間にも程よくトラブルの種を抱えている。性格も良さそうじゃなさそうだ。特にこの中では砂堀さんが一番強い動機を持っていると言えるかもしれません。うっそー絶対水瀬はるかでしょ。とは言うものの、はるかちゃんだってなかなかのもんだ。あ、特に若い女の子の肌に傷をつけられたらたまったもんじゃない。あれ傷じゃないからね殺人未遂だよ。牧村さんに関しては何とも言えないな。直接的な動機はない。何より被害者の死で利益を得られない。できればその理事長の自殺前に話が聞ければよかったな。黒田課長はうんうんとうなりながらホワイトボードにペン先を当てていた。どうこれをまとめればいいのか思いあぐねているのだ。ダメだ、硬くなった私の頭じゃどうもいかん。生ごめし君ならどうする。え、私ですか。そうだ、この図に君なりの解釈を入れてほしい。そうすれば何か新しいものが見えてくるかもしれないしね。さあ頼むよ。私は黒田課長から水性ペンを渡された。私はホワイトボードの前に立ち腕を組む。被害者の田村さんとこの周辺の人物の関係からにじみ出てくるもの、私は思いつくままに書き始めた。頭の中に思い描いた図とはかなり簡略化している。それを全て書き出すにはあまりにもスペースが足りないのだと。私が頭の中に描いた全容は、あれ来る、おしゃれなんだ。おお、本当に来た。推理ロジック、これ終わるってこと。チュートリアル推理ロジック。これまでに事件に関連すると思われるキーワードをいくつか入手してきました。これらのキーワードは推理ロジックで使用します。 X を押して推理ロジックを選択すればいつでも推理ロジックモードに入れます。推理ロジックは事件の全体像を整理するためのロジック図です。基本的に登場人物は自動で組み込まれます。人物や重要事項をつなぐ項目が空欄になっていますので、入手したキーワードで埋めて事件を整理してください。なお事件終盤に推理ロジックの最終チェックが、推理ロジックのチェック、なんか説明だけか。これは最終評価の対象になりますのでご注意ください。カーソルを空欄、まあこの辺はもうね、馴染みの話ですから、さすがに読むまでもないでしょう。こうして、模範集、インテリ、ナンパ野郎、コメディアン、イカれた殺人鬼、地下牢の悪魔、まあコメディアンでしょ。こういうことだよね。要するにブラインドマンは私ですっていうことだよね。はい。まあこれ全部埋める必要は今はないってことだよね、きっと。こんな形でしょうかクソやな無能も無能。私は頭の中で渦巻くフラッシュアイデアをどうにかまとめ上げてペンを置いた。正直全くもって犯人特定に結びつかない。俺これ真面目な顔してこれ書かれたらブチ切れるけどな。これではっきりしたことは、まだ事件の全容を語るにはパズルのピースが足りないということだ。何よりもこれをかき乱しているのはブラインドマンだ。そうだろ。なんだこいつ、一体誰なんだよ。お前も大概かき乱してるけどな。風森さんの指摘はもっともだ。ブラインドマンの存在だけが異様すぎる。本来なら留置所の案内人関本総二郎がこの事件に対して決定的な情報をもたらし、一気に事件が進展するはずだった。だがしかし彼が言及したのは自分の得意分野の都市伝説ブラインドマンの話。そのおかげで結局私たちはいつものように地道な自撮り捜査を強いられている。
私もね、捜査一課から大目玉を食らったよ。こんな学者様の意味のないご考説くらいしか徳中はできないのかってね。彼らの失望も相当のようだ。このまま彼が役に立たなければ予定を切り上げて東京拘置所に戻す可能こともあり得るな。まあそうだろうね。まだ頭が混乱する。私は今購入した冷たいジュースを額に当てた。とりあえずまだ足りない要素が多すぎる。今の私に分かるのはただそれだけだ。これからどう捜査を進めればいいのか、まだ見落としている点は何なのか、当主した面々のアリバイの裏取りもしなきゃならない。同時に新たな目撃者情報も探さなくては。物証面もそうだ。美鈴とも常に連携して新たな物証に期待をしなくてはいけない。やることはいっぱいね。焦ってはダメだ。冷静沈着、冷徹に物事を進めなくては。そうしないとどこかに潜んでいる犯人の思うつぼだ。今はまずほんのひとときでも体を休めよう。瞳を閉じて楽な姿勢になったその時だった。ブラインドマン、ブラインドマン来る？こんにちは、すみません、ちょっといいですか？はい。誰だよブラインドマンか。お前、せっかく休んでいたところなのに。まったく。ゆっくりと体を起こして声のした方を見ると、含みを持たせた笑みを浮かべている男が立っていた。初対面だ。文書の職員ではない。一体誰なんだろう。すいませんね、お休みのところ。私はこういうものです。その男は手慣れた動きで名刺を見せてくれた。白い背景に黒い文字のみというシンプルなデザイン。そこには肩書きと名前しか書いていない。記者系でしょ、どうせ。フリージャーナリスト、ほら見たことか。津田沼陽一。ろくな男じゃねえよ、こいつ。住所も電話番号も書いていなかった。こんなものその気になれば5分もかからず作れそうだ。そんな私の疑念を感じ取ったのか、彼の口角はさらに上がり、より怪しさを増した。毎日の捜査、本当にお疲れ様です。ちょっと話を伺えないですかね。どこのマスコミですか？媒体くらい教えてくださいよ。ああ、そっか、これ失敬。この名刺だけじゃわからないですよ。彼は名刺を渡さずに引っ込めた。フリーになった彼の両手はもみ手へと変わった。国内に編集部を持つ週刊誌なんです。週刊サラリーって聞いたことないですよね。若い女性向きの紙面じゃないもので。週刊サラリー。もちろん読んだことはないが、存在くらいは知っている。中高年のサラリーマン向けにの雑誌で、内容は政治、事件、芸能に在宅、それらをテーマにゴシップ的な味付けがしてある。最悪な雑誌ですね。少しでもきな臭い匂いのするテーマを、あり小膨大にまで風呂敷を広げて煽り立てる紙面構成じゃなかったかと思う。とにかく厄介そうな相手だ。下手なことを発言するとかなり誇張して書かれるのは間違いない。女のに関わったと知られたら大目玉を食らうだろう。田沼さんは笑顔を絶やさずに懐から IC レコーダーを取り出した。話聞かせてもらっちゃっていいですかね。もちろんお名前は出しませんから。名前を伏せられたってそんなものは意味がない。警察組織を舐めてもらっては困る。おっせすぐに出生を特定されておこうともらうだろう。私はかすかに笑った。もちろん相手を油断させるためにだ。すいませんが、私のような下っ端に話を聞いても何も出ませんよ。もっと上の方を狙った方がいいんじゃないですか。またまたご謙遜を。有名じゃないですか。あなたはあの殺人教授のお目付け役に抜擢されたんですから。どうしてそれを？私が有名って？それはどこから仕入れた話なんですか？私も伊達じゃないんですよ。出版不況が吹き荒れる昨今で生き残るにはいい仕事をしなきゃいけないもんですから。いわゆる情報源の秘匿ってやつですよ。悪いけど教えることはできませんわ。ねえ、卵飯オムナさん、名前まで知られている。一体情報管理体制はどうなっているんだ。相手の予想外の切り口に私は驚くしかなかった。ブラインドマンは誰だか分かりました。盗聴されてるぞこれ。嘘でしょ、そこまで知られているのか。ブラインドマンのことを知っているのは笠森さん、黒田課長、美鈴、関本に私だけだ。お願い、一体どこからその情報を入手したの。これ一旦捕まえた方がよくない？逮捕案件でしょこんなの。いろいろです、いろいろ。私だって付き合いってもんがあるんです。これで勘弁してくれないですかね。勘弁しちゃダメだよ。まあでもこれで収穫ですわ。
ブラインドマンに関してどれほど重要なのか、あなたの情報ではっきりしたんですから。ハイムのハイムのまずい。嫌な予感が私の全身を刺激する。このままだと今のやりとりだけでゴシップ記事を見開きで書かれかねない。こんな私の焦りを感じ取ったのか、田沼さんの表情はますますにやけている。正直彼のような人間は吐き気がする。奇遇やな。俺もだよ。失礼します。申し訳ないのですが、外部に発言を許されている立場じゃないもので。警察全員だろ。私は立ち上がってトクラカのオフィスに戻ろうとした。だが彼は休憩室の出口を塞いで邪魔をする。ちょっと待ってくださいってば。そんなに邪険にすることはないじゃないですか。別にあなたに迷惑をかけるつもりはないんですよ。かかってんだよな、もうすでに。属性が伴う操作情報の漏洩を要請するなんて迷惑以外の何者でもありません。いやマスコミは持ちつ持たれつじゃないですか。昔からあなた方警察はマスコミを利用してきた。いや、それはそうかもしれんけど、それとこれとは話が違うやろ。この見返りに私たちはスクープをいただく。解決に動いた事例はマイクにいとまがない。そうでしょ。このような戦略的なアクションは私の権限では判断できません。お引き取りください。そうですか、仕方がないですね。彼は IC レコーダーの録音を止めた。それならば現状のことはありのままに記事に書くしかないか。そうしてください。それじゃ。短くそう言い捨てると私は歩き出した。チームラの殺人事件に新展開。捜査本部は殺人教授と極秘接触。ピタッと私は歩みを止める。振り返ると彼は相変わらず嫌味な笑顔を浮かべていた。チームラ殺人事件の鍵は都市伝説、ブラインドマンに込められた謎とは。何を言ってるんですか。いや、記事の見出しは何がいいかを考えてただけですよ。まあこれも仕事なんでね。こういうのはどうかな。美人刑事がデレデレ、殺人教授との密会をすっぱ抜く。宇田沼さん。強い口調で私は彼のよく回る舌を止めた。だがそれは私の焦りを露呈する結果にもつながった。面倒な記者に絡まれてしまったとしか言いようがない。どうにか彼をコントロールしなければ。言い方な。出ないと今以上に困難な状況に追い込まれてしまう。だからこそ私は、少し落ち着いてください。私は落ち着いていますよ。あなたこそね。え、あ、なんか始まるぞ。おしゃれ BGM 来るぞ。事件解決の時に流せよこの曲。え、あ、はいはいはい、急に始まるのね。そうだな。あ、見返りがない。いや、まあ慌てないでかな。見返りがないってちょっと言いたかったけどな。そんなに慌てないでください。このことを上に相談させてください。おっと、そいつは勘弁してくださいよ。特定のマスコミだけ優遇するわけないでしょ。俺は私からは何とも。でも私個人の判断で動くわけにはいきません。下手をすればあなたに迷惑がかかります。でも何か妙案があるんですか。それは、と言いかけて慌てて口をつぐんだ。いつの間にか彼に協力をする前提で返事をしようとしていた。危ない。もう少し冷静になろう。そうしないと余計な情報まで漏らしてしまいかねない。え、じゃあどうですか。しかしあなたには驚かされます。私たちは組織を挙げて情報を追っているのに、あなたはたった一人で奮闘されている。そいつはどうも。俺も商売ですから。駆け出しの見習いコツとか。いや、な、全然ピンとこないんやけどな、選択肢が。え、コツとか。ちなみにコツとかあるんですか。そうですね、強いて言うならば。うって、危ない。早く喋ってしまうところだった。もったいぶらずに教えてくださいよ、津田沼さん。ダメ、情報の一個一個が飯の種なんですから。なかなか付け入る隙が見当たらない。何かいい妙案はないものか。ああ、動かないね。あなたもそれなりのリスクを背負っているようなんですね。ならばその情報源について聴取室で伺っても。あれあれ、そんなことをしてもいいんですか。それこそ公権力に関する報道の自由の侵害では。とことんお話を。え、あれ、のピンとこねえな。私もリスクを。私もリスクを覚悟しているんです。
今の事件を解決するためには何でもします。だから調子室で話を伺いましょう。すげえよあんた、報道の自由を振りかざしても怯えないとは。どれくらいこの事件に本気ってことを分かってもらえれば。おへあんたとは仲良くできそうだ。覚悟を示すことで彼に気に入られたってこと、これでよかったのか。なんだか余計彼につきまとわれそうな気がしてくる。次の出方を慎重に伺ってみよう。ああ、結構動いたな。ああもうしつこいな。褒め言葉として受け取っておきますよ。そうです、私しつこいんです。だからさっさと喋っちまってくださいよ。相変わらずこういう選択肢系は脈絡がないな。舌を噛み切ってどうしようか。上を呼ぼう。仕方がないですね。少し待ってください。今から上司を呼んできます。黒田課長ですよね。あの人なんか怖くないですよ。最近ちゃんと仕事してます？あの人。黒田課長のことをご存知なんですか？ええ、多少ですけど。昔の話ですけどね。あんたと違ってあの人はニューだったな。持ちつ持たれつの意味をよくわかっている。あいつやったんか。この思わせぶりな言葉から黒田課長を引き出すのは得策ではないと察した。なんだこの不毛なやりとり。彼は警察組織にそれなりのコネクションを持っているようだ。下手を打てば責任を私に押し付けるのはお手のものだろう。これやっとるな。話が堂々巡りをしています。諦めてください。信頼関係がないのに喋れるわけがないでしょ。なるほど、信頼関係。ならば今晩一杯行きません？ノミニケーションってやつです。パワハラですよ。パワハラモラハラですよ。私はキツネ、私はキツネ、私はキツネ。私を見くびらないでほしいのですが、あなたがヘビがタヌキならば私はキツネかも。おお怖い怖い。私もどうやら覚悟を試されているようだ。このキツネの策謀でも味わってみる。私を出し抜く自信がさぞかし終わりのようだ。私ができるのは言葉を濁して彼の強烈なプッシュをかわすことだけだ。このまま諦めてくれるといいのだが。いやマジで今んとこ使うメリットが全くないからね。あのカリッチポイント。いやでもなんとなく分かりましたよ。何が分かったの。捜査体制におけるあんたの立場ってものがね、どうやら本当に下っ端のようだ。それは事実なのだが、赤の他人に面と向かって言われるとそれはそれでムカムカしてくる。ムカムカしなくていいよ。分かっていただければ結構です。今後は私に付きまとわないでくださいね。了解です。失礼しました。というとでも、あ5分でいい。例の殺人教授にインタビューをさせてくれないですかね。無理なものは無理なんです。まあ普通に無理だよなそれは。ああ回復した。ああ回復するって言ってたね。あらその時だ。休憩室の外が急に騒がしくなった。おいちょっとなんだあれ。旦那さんとの話を強引に切り上げて、私もその騒ぎのする方に向かって駆けつけた。なんだなんだ。ブライトマンですか。ブライトマンですか。到着した先にはすでに多くの署員が集まっていた。全員壁のあるものを凝視している。それは無数のテレビだ。ここが警察署じゃなければテレビ局の編成室を思わせる。これはこの村で役立たずと称されていた。国から C 村に与えられた巨額の交付金によって整備されたものだ。村内各地に設置された街頭カメラ、もちろん防犯目的のものだが、村の人口が多くない以上このカメラが役に立つはずもない。この防犯カメラが設置以来初めて不審なものを撮られていた。いろいろ突っ込みどころはあるけどね。何あれ。防犯テレビを見つめている他の署員たちも同じ感想だ。あれがなんだか判断がつかない。この歩き方はおかしい。よたよた、ふらふらと足取りがおぼつかない。小暮くんかな。姿勢もおかしい。自然なまでに状態をかがめている。まるで頭が極度に重くてバランスが取れないかのようだ。小暮くんかな。そのためか両手は宙をかくように前へ突き出している。その奇妙な歩き方をしている不審者にはうすら寒い恐怖すら感じる。人間であることには間違いない、間違いないのだが、ふとそれが別の異形な怪物のようにも思えてくるのだ。何やってんだお前たち、現場に急行。そうなん。私の背後の誰かが恐怖を振り払うかのように叫んだ。号令に弾かれるように署員たちが続々と外に飛び出す。そして私は
思わず口を押さえた。うん、現場に向かうでしょ。うっきゃねえべや。あ、なんか怖いの来るこれもしかして。そして私は現場に向かった。発進寸前、風森さんが助手席に滑り込む。他の署員たちも次々と車に乗り込み、文書から飛び出していく。同時に誰もが嫌な予感を抱えていた。もしかしたら次の惨劇が起きてしまったのかもしれない。なあ、玉越、もしやと思うが、あの留置所の変人の予言が当たるのか。また死体が増えるぞ。この言葉を思い出した瞬間、ズンと胃に重さを感じた。こんなの現場に行かなきゃ、なんとも言えるわけがないです。どこに監視カメラついてんだよ。私をはじめとした署員たちは不審者の周囲を取り囲むように距離を取った。背後からヘッドライトに照らされた不審者は私たちの気配に気づいたのか、のたのたと振り返った。おお、ばあさん。救急車の手配、すぐに呼べ。一気に騒然となる現場。だが光を奪われた老婆はゆっくりと仰向けに倒れ込む。おばあさん。反射的に私は腕を伸ばして彼女の体を受け止める。大丈夫ですか？しっかり。何があったんですか？しきりに問いかけても彼女は答える代わりにうなり声とゴボゴボと吐血混じりのような呼吸音しか発しない。私の腕の中で老婆はまるで金分のように体をこわばらせていた。もうちょっとあれやろ表現。ダメだ、彼女は死ぬ。もう誰もが確信してやまなかった。金分って。呆然とした現場の中、私は呆然とその光景を見つめていた。小刻みに痙攣を繰り返す老婆はやがて動かなくなった。ばあさん。おい玉の飯、会社の口の中に何かある。風森さんに言われて私は初めて気がついた。あの隙間から何か薄いものが見え隠れしている。入れ歯か、ポリグリップか。ポケットからハンカチを取り出して慎重にそれを取り出す。その時口腔の中にあるはずの舌がざっくりと切り取られていたのに気づいた。ああ、やだ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 。きつい匂いを発する唾液がべっとりとついていて鼻が曲がりそうだ。いちいち失礼やろ。それ紙か。小さく折りたたまれている。それを慎重に広げると素っ気ない一文が記されていた。お、なんて？お前の目をよこせ。当たった。二人目だ。留置所に潜む偏屈殺人教授出来本総二郎の予言が的中してしまった。そう実感した時、私の体の震えが始まった。だけびっくりさせんのやめようよ。出て、聞きたいことがあるの。おし、じゃあさすがに終わり時がないからオイラで終わりますか。